八重山列島、八重山列島、または八重山諸島は南西諸島西部の島所群で宮古列島と共に先島諸島の一部をなす。中心となる石垣島をはじめ、竹富島、小浜島、黒島、新城島、上地島、下地島、入表島、遊部島、鳩間島、友人島では日本最南端の波照間島などの石西小湖周辺の島々と これらから西に離れた日本最西端の与那国島の合計12の有人島及び北に位置する尖閣諸島など多くの無人島からなる島諸群である。面積では沖縄県全体の約4分の1に相当し、県内では沖縄本島に次いで入表島が2番目、石垣島は3番目の大きさである。首島の石垣島から沖縄本島までの距離は 約4 1 1トル、台湾までの距離は約2 7 7トル。行政区分では、沖縄県石垣市、八重山郡竹富町及び与那国町の一市二町からなり、有人島では、石垣島が、石垣市、与那国島が、与那国町にそれぞれ属し、他の十島はすべて竹富町に属する。国指定の天然記念物は多数ある一方、 1637年から琉球王国に課された重い人頭税で島民が苦しんだり、1771年の八重山地震に伴う名和を津波で多くの人命が失われるなど過酷な歴史がある。多くの人命を奪う風土病であったマラリアは1962年に撲滅された。八重山の名称の由来には諸説がある。1719年に琉球を訪れた。 中国人、女保校の著書、中山伝言録には、八重山、一名北小山、土名常仕掛、また名ジーバとの記載がある。このうち、常仕掛は石掛、ジーバは山と読むとされる。この記載では、現在の八重山列島と石垣島とが区別されて、おらず、八重山が石垣島のことを指しているとも解される。八重山はジーバと同じく、 山への当て字であると考えられている。後の文献では離島も含めなぜ、八重山と表記されるかは諸説あり、未だに決め手がない。八重山は、八重山方言では、やいま、国際音声記号で、沖縄方言では、え英えま、与那国島では、ダーマ、と発音される。面積が百キロメートル以上の島は、入表島、二百八十九点六一キロメートルと、 石垣島2 2 2 2 5トルの2島でいずれも古見岳市や尾本岳など標高5 0 0ル程度に達する山階を含む高島で河川も比較的よく発達している。それ以外の島は竜気珊瑚礁の低島で標高も1 0 0ルに達しない。低地の竜気珊瑚礁には熱帯要素の強い植物群落が成立する。 内湾や川口域にはマングローブ林が発達するが、その種数は日本の他地域より多く、例えばマヤプ式は日本ではこの地域でしかられないし、より熱帯域では普通種である、ニッパヤシやゴバンの足もわずかに観察される。より内陸の低地でも、ウラジロアカメガシワや大岩ガネなど、いずれも熱帯域に広く分布するもので、日本ではこの地域でしか見られないものである。 石垣島、入表島には標高500メートル程度の山海があり、水条件も良いため、その多くは商用樹林に覆われていた。ただし、特に石垣島では開発のためにその面積を大きく、減じている。このような森林は、沖縄裏ジロガシなどを主体としたもので、ヒカゲヘゴなどの木製枝を多く含んでいる。また、着生植物にみ琉球の大株に、 アマモシシラン、ビテリアザステリフォーリアが、さらに着生して地上に大きな塊を作り、またツルアダンが多数這い登る姿は、日本の他地域では見られない特徴となっている。この地域は、カンムリワシ、先島ハブ、石垣ケブト花ミ切りなど、固有種が多く、その多くは、石垣島、イリオモテ島に分布する。イリオモテヤマネコのように、イリオモテ島にのみ分布するものもあるが、 多くは両党に分布するものである。15世紀末、八重山諸島では、親家赤八と琉球王府に従属的な長田大主が歯を競ったが、1500年、親家赤八が琉球王国への徴工を断ったために、昇進王に討伐され、親家赤八の乱、八重山諸島は琉球王国の支配下に入った。1524年、竹富島出身で、 琉球王府に仕えた西包が竹富大主里親子の頭職に任じられ、竹富島に蔵元を開いて八重山を統治した。1628年には宮永、大浜、石垣の三つの間切りが設けられて頭職が置かれ、1632年には王府から財番が派遣されるようになった。1641年には大和財番が置かれ、 薩摩藩の役人が駐在したが、7年後の1648年に廃止された。1637年には人頭税が導入され、1903年に廃止されるまで重税が課された。明治時代に入ると、1908年に当初町村制が施行されて、切りが廃止され、八重山諸島全域を一つの自治体として、八重山村が置かれた。しかし、 範囲が広大で交通が困難であったため、1914年に、石垣村、大浜村、共に、現在の石垣市、竹富村、現在の竹富町、与那国村、現在の与那国町に分村した。テレビラジオとも、石垣島の石垣中継局は、石垣島、西表島東,東部、そして両東間にある周辺の島々、竹富島、小浜島、黒島ほか、 さらに、石垣島から約60キロメートル離れた、波照間島をカバーしている、柿島のテレビの場合、南部は石垣中継局、北部はカビラテレビ中継局がカバーしている。また備えテレビ中継局は、西表島西部と鳩間島、与那国中継局は、与那国島をそれぞれカバーしている。沖縄県に属する諸島楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。